12月13日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に下落しております。昨日の終値と比べて59円69銭安の22,806円48銭で午前の取引を終えました。トピックス東証株価指数も 1.35 ポイント安、 JPX 日経400も 21.75 ポイント安とそれぞれ下げております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 42%、 851銘柄でした。これに対して値下がり銘柄数が約 53% の1000飛び85銘柄と過半を占めております。変わらずが約 5%、 112銘柄でした。規模別の株価指数では大型株指数は小幅ではありますがプラスで終わっております。昨日と比べますと 0.36 ポイントの上昇、これに対して小型株指数がマイナス 5.3、中型株指数がマイナス 5.3、 小型株指数はマイナス 3.3 とそれぞれ下げました。大型株指数は今日は金融株、銀行などの金融株が堅調に推移したことが大型株指数の上昇につながったと、小幅な上昇につながったというふうに見ることもできます。商いは最近としては巡航速度と言っていいペースでしょうか。売買高は9億8000万株余り、売買代金は1兆3697億円でした。1日通しますと売買代金大体2兆7000億円レベルということですから、まあ、それほど多くもなく少なくもなくといったボリュームで午前は終わっております。日経平均朝方は小動きで始まりました。小幅ではありますが昨日と比べて上昇になる場面、上昇する場面も見られました。ただなかなか長くは続きませんで、その後は徐々に利益確定の売りなどに押される展開となりまして、日経平均は下げて全引けを迎えております。今日は半導体関連ですね、昨日のニューヨーク市場でも同じような動きが見られておりましたが、利益確定の売りに押されまして東京市場でも半導体関連株などに下げるものが目立ちまして全体を押し下げた面も指摘されます。逆にこのところ堅調な動きを続けておりますのが銀行をはじめとした金融株、ここのところ世界的に物価がやや上昇傾向にあるということで金利も徐々にじわり上昇気味という動きが銀行株などへの見直し買いを誘っておりまして、銀行株などが下支えしたという形であります。こういった中で今日下げがまず下げが目立った銘柄といたしましては、3436サムコ、半導体シリコンウェハーのサムコが結局全引け段階で 3.7% ほど下落して終わっております。他にも製造装置大手の東京エレクトロンやスクリーンなど半導体関連をしなべて軟調で終わっております。逆に上昇した銘柄8316メガバンクの一角であります三井住友フィナンシャルグループは 1.7% ほど上昇して全引けとなりました。連日で年初来高値を更新したという動きであります。他にも個別銘柄で買われた銘を動きといたしまして、ガンホーオンラインエンターテインメント3765が 9% を超える大幅な上昇となりました。一部の報道で任天堂がスマホのラインナップ強化のためにソフトウェア開発企業との提携を拡大する提携拡大を検討していると伝えられまして、ガンホーに思惑買いが入ったという動きであります。それと今日は IPO 新規上場が大小含めて4銘柄あったということも一つ話題でありますが、中でも一番大きな SG ホールディングス、佐川急便を傘下に持ちます SG ホールディングスは公開価格を 17% ほど上回る1900円で初値をつけて、その後も堅調に推移しております。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。